はい、こんにちは、こんばんは、セシカです。今日はね、セブンデイズ・トゥー・ライのプレイじゃないんですよ。あ、ごめん、タイトル見てるかわかるね。そう。最近ちょっとね、アルファ15をプレイしていまして、もう楽しすぎて動画撮ってポンポン上げてたら <laughs>、もう、プレイしたら上げるしかないんで上げてたら、ちょっと登録者数が結構増えてきて、再生数も増えてきて、本当に、 ありがとうございますっていう感謝の意味を込めてこの企画をやろうかなと思っていますそうプレゼント企画セシカ初めてのプレゼント企画です本当はね1万人ぐらい行ったら PS4 とかでバーンってやっちゃおうかななんてちょっと思ってたんですよ実は実はねあの大物 YouTuber さんたちって 登録者数何十万何百万人いる中で PS4 とかをかけて戦うわけじゃないですかみんなそんなん当たんねえよっていう1万人だったらまだねまずコメントつける人なんて少ないでしょうしそのうちから選ばれる可能性めちゃくちゃ高いよねっていうのでみんなテンション上がるんじゃないかなって思ってたんで考えてたんですよでもちょっとなんか今 いい感じに伸びてきたんで、ちょっと前倒しで別のやつやろうかなって思ったのが今回で。で、えー、どうしようかな。2500人、登録者数が2500人いった段階で、この動画にコメントをつけた人の中から、一人様だけに ブンデイ s トゥー i イをプレゼントします。あ、まあ、Steam、<laughs> Steam のね、これ、ブンデイ s トゥー i イをプレゼントしようかなって。でも、もちろん、私の動画見てる人は、すでに持ってるって人多いと思うので、その場合は、まあ、2480円相当の別のゲームを、ギフトで送っちゃおうかななんて思ってます。で、応募方法になるんですけど、 うんと、まあ、もちろんチャンネル登録していただいて、いただいて、どうしようかな。コメントください、この動画に、コメント。どんなコメントでも OK です。で、うん、一人一票とかじゃつまんないから、一人何票でもいいです。うん。何回入れてもいいです。それで、 1>, 1日1票とかもつまんないからもう何何票でもいいです何回コメントつけていただいても OK でそれから私が選んで選んでんそのね当選方法もね今思いついた段階だから決めてないんですけど今思ってる1つ目がまあ私が適当に選ぶ2つ目が面白いやつを選ぶ3つ目が 私が気に入ったやつを選ぶ4つ目がランダムで一番今角度が高いの可能性が高いのは適当に選ぶとランダムに選ぶでランダムに選ぶ場合はもうプログラム組んでもう完全にコメントついた人を引っ張り出して ID 振ってその ID をなんかサイコロフル的な感じで出して この人あたりみたいな感じでその人に連絡取ってプレゼントみたいなのを考えてます。なんでねまあコメント多分いっぱいつけてくれた方が有利になると思うんで、まあ、よかったらコメントください。でコメントにねあの多分スパムスパムっていうのがあるから同じのね何回も投稿したり URL を混ぜて投稿したらなコメントのスパムスパム扱いになるんですよ。 で、承認しないと表示されなくなっちゃうんで、その場合は多分カウントされないから、まあ、の普通の動画のページで見れるようなやつ。自分が投稿したコメントが出てきてないなって思ったら、ちょっとスパムの可能性あるから、コメントの内容を変えるか、ちょっと時間を置くかしてもらった方がいいかもね、もしかしたら。うーん、それぐらいかな。でもさ、一人じゃつまんないね。 あじゃあ最近コラボしてるセブンデイズじゃないなんだっけデッドバイデイライト。あれみんなでプレイできるんであげるんじゃないけど参加、一緒にプレイしたい人がいたら一緒にプレイしましょう。四人,4人4、4人一緒にできるからね。よし、4人。これをどうするかライブかなんかでやるそれの参加権。 <laughs> いるのかなやりたい人いるのかなわかんねえよ。もしいたら。と、あと、それの多分、準備するために打ち合わせとかあるから、私のスカイプの教えることになると思うんで、まあ、ホットラインができますよっていうのが、もしかしたら嬉しい点かもね、その人たちにとってはわかんないです。もしそうであったら、私はすごく嬉しいですけど。 <laughs> ねうん、そんな感じでじゃあえー、っとどっちが欲しいかとかどっかにないかまあデッドバイデイライトが欲しいですよ欲しいっつか欲しいじゃねえよあげないあげないやりたいですよっていう人がいたらそれをコメント欄に書いてもらえれば、まあ、セブンネイズ当たるかもしれないし棚ぼたで デッドバイデイライト当たるかもしれないみたいな状態になるんでね。うん。書いてくれれば嬉しいです。で、これは締め切りは期間は特に決めてないです。もう2500人になったタイミングで締めます。私のチャンネル登録者数が。私が確認して2500人になったタイミングでね。コメント欄バーってドラッグして、ちょっとメモ帳かなんかに落とすんで一回多分。わかんない。どうするか決めてないけど。 とりあえず2500人が目途ですで。意外と私の動画ね、コメント、チャンネル登録しない方も結構見てるんで、下手したら一気にサクッと終わっちゃうかもしれないんで、まあ、この動画見てもらったら登録してもらった方がいいかもしれないです。登録つか、まあ、コメント適当にパッて、適当になんか <laughs>、欲しいとか <laughs>、つけといてくれたら、 可能性ありますんで。それぐらいかなそれぐらいです。もう本当最近ありがとうございます。皆様コメントもくださって。あ、そうだ。高評価もありがとうございます。で、ついでにこの、この動画も高評価してくれラら嬉しいです。あと友達とかに教えてくれたら、そう、シェア,シェアとかしてくれたらね、嬉しいです。<laughs> 友達にもチャンスあるからこんな感じですまあ1回目で慣れてないですけどちょっと練習も兼ねてやってみたいと思いますプレゼント企画うわっちょっと話すつもりが7分話してるごめんね8分たったね <laughs> というわけで第1回プレゼント企画やっていきたいと思いますよろしかったら参加していってください ご視聴ありがとうございましたセシカでした